皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。かつてあるこんな入り。はい、いやある。皆さんサブ苦手な方です。今日はサブが苦手です。サブ苦手な方。合わせます。今日やる企画は、はい、皆さん日本語はね、まあもちろん日本人なんでちゃんと話せると思うし読めると思うんですよ。No. 怪しいやつ。怪しいのお前。No. オリンピックもあります。はい、国際交流が増えると思うんですよ。はい。で今回は。皆さん中国語なんて書いてあるか当ててもらいたいと思います。ニーハオニーハオニーハオ。そうニーハオ、そうそういうことですね。まあ、でも全部わかる。俺も全部わかる。本当に悪いけどもう慣れてるでしょ。俺ら中国語得意だよ。何日本語できないの中国語得意なの。どういう理屈だったの。いやでもさ中国ってさなんか寄ってない。なんか日本語に。うん、なんかね、なんとなくわかるじゃん、だって、うん、別に漢字をそのまま当てはめてるみたいな感じ。あつまんない企画持ってきたな、こいつ。出たわ。すぐもう終わっちゃうじゃん、こんなの。第1問目、まあ、簡単かな、これは。じゃあまず皆さん見せますね、はい、こちらです。あぁ、まあ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 、お前こんなん出すの。まあ1問目、まだ1問目。いやこれはいくらの俺でもわかる。俺せーのでいく。これはさすがにね。これはさすがにね。せーの、サッカー。はい、ピンポーン。まあこれだけはちょっと。え、なにこんな茶番に俺ら付き合わされるの。そういうことです。なんだこれ。いやいやいや、まだだから1問目だから。はい、2問目見してください。これも簡単かな。まあレベル2だから、さっきよりはちょっと難しい。あ、見してください。はい、こちらです。こんなん簡単でしょ。なるほど。え、全然。あれあれ、なるほどね。はい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 。わかるわかるわかる。余裕でしょ。わかるわかる。まあでもちょっと難しくなったでしょ。まあ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 、うん、ちょっと俺も一瞬迷ったけど、うん、あ、もうこれだったわ。まんまじゃないからこれ、うん、じゃあ大輝さん。バレーボール。バスケットボール。正解はバレーボールです。おー、やったー。おっと、はい、ここでやった。そう、脱落です。いや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 、脱落です。じゃあ、さつきがくだって俺と二人は壊滅的になるから。はい、第3問。ちょっと、そういうやつだろ。ちょっと帰ってきて。第3問。やばい、帰ってきてお願いだから。これね、俺ね、あの、ハンドボールかバレーボール。あなた続けるの、たつきボールって。ああ、そこそこそこ。なんでバレーボールって分かった。見たことある。あ、あんじゃあ、なんかじゃあハイキューっていう漫画があって。そうそうそう、アニメ。あれバレーボールじゃん。多分それが多分配球。あ、そうそう、ここからまんまこの字。なるほど。配球。うわ、じゃあ第3問いきます。中国で一番好きな食べ物なんですか。中国、あ、俺めっちゃある。っていうか中国の飯大好き。え、中国と韓国って飯全然違う。違う、なんか中華だ。あ、中華と、うん、あ、辛い系か韓国って。そうだ、ね、中華か、中華だ、ね、大好き俺。酢豚、ジンジャーロース、ホイコーロー、あの、こじんまりした、はい、あの中華のさ、うん、商店街とかにある、なんか あるよくわかんねん、地の店いっぱいじゃん。だいたい赤い看板で、あ、ちょっと汚らしいやつ。そうそうそう。ちょっとで、めっちゃ安いの。そうそう、超量あってうまい。じゃこの前俺中華行ったじゃん、うん、世界一の餃子とかあって。すげえじゃん、世界一。世界一取った餃子、一口餃子みたいになって、うん、レベル違う。一口でもう、すごかったね。そうか、餃子も中華か。そう、強えな、中華。油料理ってやっぱうまいんだよね。まあまあまあ、そうだね、うん、うわ、これ負けらんねえわ。3問目準備できましたので、はい、ちょっとレベル上がりますよ。どうぞどうぞ、かかってください。こちらです。はい、わかんな。なになになに、このままで取られちゃうの。こうやったりして読めばわかるから。あ、なるほど。そういう感じでさ、そうそう、逆にしちゃうんだりすればわかるから、ね、見えてくるものがあると。そう、何が見えるの。こうだな。あ、そう、そうだと。何これ、なんだろうな。たつきさんどうぞ。水道。水道、なるほど。漢字一文字ね、水道。はい、はい、じゃあ大輝さん。雪崩。雪崩。はい。おお、まあ全然違う答えになってきたね。そうそう、なるほどなるほど。じゃあ答えいきますよ。はい、正解者はいませんですよねー。いるわけないよね。いるわけないよね。いません。はい、正解があるの。なんじゃ、なんだ。アイス。ちょっとアイスっぽくね、そう言って言われたら。うん、アイスっぽいでしょこれ。氷みたいな感じの字。うん、確かに確かに。これちょっと惜しくないじゃん。雪系じゃん、俺、雪崩で。雪崩とアイスは違う。雪と雪崩でしょ。もうそれはそのまんまなんだ。絶対水と道でしょ、水道。なるほどね。なんで水道って言ったの。なんも出てこなかった。水道、とりあえずなんか水で言っときゃいいやみたいな感じ。そうそうそう。こちら、はい、じゃじゃーん。
戯王が出てきた。俺も遊戯王ちょっとね、遊戯王っぽいですけど、うん、違うんですよ。まあ、だから要するにだからこれもそうでしょ、遊ぶ、遊ぶってことでしょ、遊ぶでしょ。完全に分かった俺。嘘。あ、大輝さんから答えをお願いします。サバイバル。おお、サバイバル。いやいやいや、そっち行っちゃった。サバイバルは遊んでないのよ。ねえ、でも狩るのよ。遊んで狩る、これ女の子を狩るクラブです。え、クラブ。はい、そういう考えか。そういうこと。なるほど、やばいぞこれは、はい、だいぶ推理してる。来たわ、これ完全に来た。いや、これあるぞ、マジで。多分あると思う。うん、うわー、あると思うって、お前答え知ってんだろ。うるせーな、やかましい。何今の。違うよ。違う、違うんだ。初の違うってことだよ。全員違うんだ。マジ、マジ違うの。ちげーよ。何かすりもしてねえよ、お前。キャバクラ、キャバクラ、キャバ、そういうんじゃねえんだよ。ホスト、ホスト、違う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 、そっちから暴れろ。リオが週3で言ってる。やめろお前。ってことで、答え、ゲーム。ってこれどういう意味だ、これ。これは、これ遊ぶでしょ。うん、やり込むってことなんです、多分。いやいやいや、多分遊ぶ、やり込む、多分、多分じゃなくて、これ何の、うん、すいませんでした。お前、お前、ちょっと、これやばいぞ、お前。カオスだぜ、多分、マジで。5問目は、ちょっとマジやばいから、多分正解できないと思うんだよね。なってこいよ。いや、もうね、舐めてるな、俺らの知識を。いや、舐めてるって言っても、もうお前より俺、どんだけ生きてると思ってんだよ。そんな変わんねえよ、お前。3月生まれだろ、お前。3月生まれ、そんな変わんねえよ。2ヶ月で相当変わっから。変わんねえよ。何が変わんねえ、言ってみろ。脳みその発音性で変わるから。どう当たり前だろ、お前。これで当たったら、リオンに奢ってもらっていい。お前以外でいいじゃん。要するに全部お前の金でいくわ。お前以外で5人でいく。だからあれでしょ、どういう形になっても俺は中国のお金を奢らなきゃいけない。そうだ、シェイシェイ、うん、シェイシェイ、だからできないと思う。言うね。はい、いきますよ、うん、こちら、なんかお前、なんかお前感じ足りてないよ。足りてない。いや、これで合ってるんです。いや、なんか足りてない。いや、合ってるんですよ。いや、足りてない。いや、お前ら足りてないんじゃないんだ。あ、これでいいの。これ、これ、これ、3文字、漢字なんとか、なんか宝と石だよね。うん、でもこの問題は、字にとらわれない方がいい。もうマジで多分ノーヒントみたいなもんだよ、これ。ヒントじゃあ、出しましょうか、普通に。まあ皆さん、絶対、まあまず簡単にヒントとしては見たことある。絶対見たことある。見たことある。見たことあるし、それを手に取ったことあります、皆さん、絶対に。手に取ったことある、見たことあるし。特に、まあ僕も含め、この3人は絶対お世話になってます。もう昔の方がすげえお世話になってますね、学生時代とか。ええ多分俺ね、合ってると思うよ。絶対だ、絶対、うん、マジで 100% で、俺が推理してるのはこの3人は高校の時スポーツ系なのよ、うん、で、お世話になってるスポーツドリンクだと思う、俺多分。あ、スポドリありえるんじゃね、うん、多分スポーツドリンクで、俺多分見たことあるもん、これ。ただ、うん、ただ、俺が見た時は、その、どっちかなんだよ。俺が見た時は多分アクエリかポカリなんだよ、これ。ポカリで行こう。ポカリで行く、うん、多分ね、ポカリだとスポーツドリンクでは間違いないから、うん、まあ、勝負これ、まあ、どっちかは多分合ってる。じゃあ、ポカリで。ポカリで、ポカリ、ポカリ、うわ、中国行けるかも。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、はい、ポカリスエットです。イエーイ、やばっ。え、ガチガチ、そう、ガチです。え、そうだから、え、マジだから、大輝が見たことあったのが大きかったわ。でかいでかいでかい。見たことあったよ、マジで。見た、どこで見たの、中国で。いや、中国行ったよ、だから、どこだっけな。誰で見たの、そんな。すごくない、なんでそういう記憶力があるの。多分ね、あそこ、あ、アメ横だと思う。アメ横、上野で見た気がするね。上野、この字を、うん、上野で、うん、いや、すげえわ、俺。でも、いきなり見たことあるスポドリかもしれないって思ったし、俺ドキッとしたもん。そう、ガチで見たことある。その飲み物コーナーに確かそれ見てたんだよ、多分。あ、そう。はい、ってことで、このポカリだわ。ポカリスエットです。俺ら究極2択を当てたんだ。そうだ、だから開けんじゃん、俺は残念だったもん。そうだよ、開けんだったら残念。うわー、すごい。いや、なにね、すごいだから。いやー、ほんとにね、いや、楽しい企画でした。これ、証拠動画にもなります。はい、楽しい企画でした。え、中国行かしてもらいますか。いや、マジだよ、これ本当に超可能なんですよ。無理だよ。じゃあ俺に最後1問だけ。あ、いいよ。はい、いや、これ当てたらなしでいい。
あ、これ当てたらなしでいい。なしでいい、うん、よし、あ、絶対当てる。絶対当てるぞ、俺は。はいはいはい。うわ、これむずいぞ。これガチムズだよ。自分で見てください。ガチムズ。もういいっすか、はい、うん、これガチムズ。俺の名前やんけ俺の名前やんけ、これ夢走り行った俺の名前やんけ。